ちょうど、あ、すごいね。ちょうど7時になりましたので始めさせていただきます。改めて今日はありがとうございます。ちょっとね、今日は相当問題意識を持った人が来てると思いますから、詳しい話もしますけども、なぜですね、最初にね、こんなことをやろうと言い出したかっていうことなんですけども、やっぱりこれからお話しするね、衆議院補選が4月28日にあります、江東区の選挙ね、いろいろ僕ら YouTube 配信してるもんで、取材もしていろいろ見てるわけですよね。で、そういう中でね、こうやってこれどこの党をしてるわけじゃないから、これ誤解ないようにしてほしいんだけど、一人一人候補者、ここがいい、あれが悪いとか言うとね、その人をしてるのか、じゃあもう篠原の動画見ねえなって言われちゃうんですよね。秋元司さんにですね、インタビューすると、ああ、これはこのお金をもらったやつを押してんじゃダメだよとかね、私はそういうことではなくてね、本当、純粋に選挙をですね、どうおやりになってるのか。無駄なことやってないのかとかね、あと、秋元さんについてはね、あえて言うとですね、私実は彼逮捕されて保釈された後にインタビューしてるんですよ。で、面識があるのとね、彼から詳しくいろんな話を聞いておるのと、私自身はこれは一言だけね言うと、彼を弁護するわけじゃないんだけども、私はちょっとね、彼が逮捕されて有罪になってるっていうことにはあまり納得できない。なぜかっていうとね、もっと悪いやつを知ってるからなんです。名前はっきり言いますけど、下地幹雄です。額も同じ会社から額もはるかに多くもらって、秘書がもらったものまで引き上げて自分のものにして返しもしない。秋元さん全部返してますよ。で、返したお金から指紋取られて証拠だって言われてですよ、やられてるのは今の裁判なんで、なんだこれはって話なんですよね。で、明らかに私もいろんな意味で政治で逮捕事件っていうのは関わってきてるし、実際に鈴木宗男さんとかですね、村上元労働大臣が逮捕されるきっかけ作ったのは私だって自負しております。私が調べた資料でやられましたから、鈴木さんは。で、それでも免罪だと思いました、彼はね。だから今多くの有権者が理解してですね、復活してるわけですけどね、秋元さんについてはどうなるか分かんないです。秋元さんって悪いところだってあるし、政務官の時にですね、 IR のその運営会社に呼ばれて、講師をして、講演料が百何十万つんだよね。これ高額すぎるでしょ。それはやっぱり間違いだと思うんですよ。ただそれ返してるんですよね。それ考えるとですね、下地幹雄さんなんで何もしないで何百万ってますからね、どうなのかな。下地さんもらったのは沖縄に IR 持ってきたいからなんですよね、中国の会社がね。そんなこともあったんで、これは明らかに決め打ちだなと。決め打ちって何かったらね、こいつはちょっと攻めやすいから、こいつを捕まえて他のことはうやむやにするっていうやり方を検察が結構よくやるんですよ。で、そういうのはもうずっと経験してきてるんで、この決め打ちをされたであろう、あるいはでも有権者から見れば悪い人なわけです。で、この人がどれくらい、1回選挙を休んで、もう一度出てきて、しかも金の問題でね、自民党が叩かれてる時にね、無所属で出ると思うんだけど、元自民党で出ると。これがどれくらい得票するかっていうのはね、非常に選挙情勢を考える上で重要なんですよ。で、誰を応援するでなくね、逆にですね、私がどの方のですね、どの方の選対本部長になっても、秋元という人がどういう運動をしているかとか、何を主張しているかとか、やっぱりそういうことはね、注意を払わなきゃいけない。そういう観点で私はね、望んでますんでね、今回は本当言うとですね、どの方もですね、私と別に政治的な主張がまるっきり一致している方は一人もいらっしゃいません。こう言ったらあれだけどね。なんか飯山あかりさんを私割と多く扱うから、飯山さんにですね、応援をしてるんじゃないか、すり寄ってんじゃないかまで言われるんですけども、飯山さんからするとかなり私は批判される立場なんで、そんなつもりはないんですよ。変な形で応援すると絶対迷惑かかりますからね。ただ私がね、でも今回ね、この東京15区のこと、そして選挙のことをね、やろうと思ったきっかけっていうのは飯山あかりさんで、急にですね、自分で手を挙げて立って、やっぱり喋る仕事だからね、今慣れて立派なもんだなと思ってますけども、初めは本当に疲れ切った顔してたんですよね。慣れてないことやってね、しかもなんだかんだ言ったってご家庭もあるわけだし、研究生活だったわけだしね。で、やっぱりそういうのを見るとですね、私のその昔の職業であるね、一番有効な形で政治的な主張をですね、伝えていただきたいという思いがやっぱり持ってあげてきましたよね。
何をするべきかってことをね、アドバイスする動画を作ったんですね。支持するしないではなくてね、これが非常に好評だったわけですよ。日本保守党の支持者の方にも好評だし、ちょっと対立気味なのかどうか分かりませんけど、参政党の方からもね、かなり参考になりましたっていうお声がだいぶメールも含めていただいたんですね。もちろんですね、自民党の人とかみんな一緒に選挙をやった仲間ですから、私からするとね、敵だったこともあれば一緒に選挙もやったこともある仲間なんで、非常に良かったんじゃないかって言われたのでね、ぜひね、これはね、本当にやりたい人にね、伝えるべきじゃないかという思いでですね、今日も講座にしましたし、今日自体もですね、大きな変化がね、江東区に起きてるわけなんですよね。皆さん見ての通りですね、こうやって資料を作ってるわけでしょ、私。資料を作った時点とまた違うような状況が江東区で生まれてるわけですよ。ここに書きましたけどね、例えばですね、一番最初にですね、声を上げたのは飯山あかりさんだって見ていいんですよね。日本保守党の飯山あかりさんが、衆議院補選に立つよと。で、後で言いますけど、もう本当に言うとですね、めちゃくちゃですよね。この党は組織ないんだから。6万人党に立って、例えば、もう参政党とかね、あるいは共産党もありますよね。支部に党員がどこどこにいてですね、みんなで話し合って、組織として動くなんてことは、ここはできないわけですよ。でも、飯山さんは手を挙げてね、いや、こういう事態だからやらなきゃなんないと。で、その次にね、金沢由依さん出ると思ってましたけどね、出馬宣言したの金沢由依さん、日本維新の会。この方はですね、21年の衆議院選挙で、初めて出たのにですね、44,882票出てる。これ結構な票なんですよ。で、この時はね、当選にならなかったけども、場合によってはね、比例復活できるぐらいの票だったんです、これね。そういう票であると。そして、参政党から吉川里奈さんが1区から移ってこられたと。これなかなかですね、私の演説聞かせていただいたんだけども、分かりやすい話をされる、凛とした方でね、結構ですね、区内には反響が広がっているようだと。で、秋元さんはですね、この人もデコボコでね、この間言ってたんですよね、だから22日にですね、東京高裁の方に出した控訴を上告がね、通るか通らない、絶対通るって言ったんだけども、通らないでですね、また実刑4年の判決、執行猶予なしで食らったんで、その場で捕まっちゃったんですよね。でも、もう僕、ダメかと思ったらですね、この間、事務所訪ねたんですよ、事務所、東洋町にあるんでね、そしたら、いや、捕まったのは4時間だけでしたと、すぐ出されましたと、これはもうなんかね、新聞に書かせるためにやったんじゃないかって言うんですね。確かにそうなんですよ。私もね、もう捕まったからもう出れないから、もう選挙出れないかなと思ったんですよ。何しろ保釈金1億円ぐらいだったんですよ、これ。この間出た時は。もう出れないと思ったら、保釈金なしで4時間で出したと。で、もう絶対出ますと。もうこれは国策捜査だと言ってね、頑張って今、街歩いてね、罵声も浴びるみたいだけども、頑張ってるわけですよ。どこまで行くのか。でもこの人はやっぱ注目の的でね、17年ね、前回選挙出れなかったんですよ。前回選挙出れなかった。2019年に逮捕されてますから、21年の選挙出れませんでしたが、17年、その前の2年前の選挙では、101,155票。これ多分ね、近年では一番衆議院の小選挙区では、この区では取ってる票なんですね。これはこの数字非常に重要なんです。東京15区ではね。自民党と公明党を合わせたら大体最大でここまで取れるんだよ、という票なんです。これを基準に物事を考えなきゃいけないですね、東京15区はね。で、他にですね、ここが大きく変化してきてるんですけども、須藤元気さん。この方はですね、立憲民主党で参議院の比例で当選したんですけれども、なんかいろいろごちゃごちゃがあってね、立憲民主党辞めちゃったんですね。で、政党の名前で、ですね、政党公認で、参議院の比例区なんか出るとですね、その一期は例えば党を辞めてもですね、6年間任期ありますから、その間は辞めないでいいけど、その次はもう出れないわけですよ。そしたら彼は、なんていうかな、くら替えをする。衆議院に変えるか、他の党入るかしなきゃいけないんですけども、実はですね、これ、早いうちからね、噂があってね、いや、これもう、噂っていうか、私、確認してるんですけど、立憲民主党はこの人を説得して出そうとしてたんですよ。本部は。で、なんで分かったかっていうとですね、これ漏れちゃったんだけども、立憲民主党がやっぱり選挙区の世論調査やったんですよ。その時に、
須藤元気を出した場合どれくらい票が出るかっていうので調べたんで、ああそうかと。そして彼の動きをね調べたんです私。そしたらですね、彼は実は江東区の東陽町で親子2代で居酒屋の経営者なんですね。で急にですね、なんかね青年経営者の会とか出だしてですね、あの区内の要するにあの経営者たちとの交流を深めながら、あの自分の政治活動についての本を出したんですよ今月。あ、本を出すっていうのはね、これまたねテクニックで教えますけどね、非常にこれ公選法に有効な活用方法なんですよね。うん、あの政治家本出すってね、選挙目当てもあるからね、選挙でも活用できますから、宣伝なんか使えるんですけどね、あのそういうことをやってるんで、あこれは明確に出馬準備してるなというふうに私は判断したんですね。ところがですね、今日ですよ、前もこれも噂あったんだけど地元はこっちを押したらしいんですけどね、今日ですね、今日というか昨日から今日にかけて、この酒井夏実さんっていうね元江東区議会議員の立憲民主党の方が出馬宣言しました。で、立憲民主党としても押すって言いました。まあそういうことになってるんで、おそらく須藤さんはねこのまま無所属で出るのか、あるいは撤退するのかを今考え迫られてます。もうはっきり言ってね、ここを出る時のね、考え方っていうのはもう内々に俺聞いてるんですけど、まあ、立憲民主党はお好きだったんですよね、もともと押す人がいたんでしょう、おそらく国会議員の中にもね。でプラス共産党、それからこれもここでしか言わないと思うね、これ新聞記者勉強してないからね、人間関係わかんない、国会議員の人間関係わからない、非常に令和のね議員と人間関係いいの。だからあのね、こういう話まであったんですよ、山本太郎さんといいんですよ関係が。だから令和も今ね、いろんな傾向の議員が集まっちゃって、一枚岩じゃないんですね、本当のこと言うと極左からね保守までいるんですよ。皆さんご存じないかもしれないんだけど、であそこはなんか変な仕組みがあって、党が推薦するっていうやり方と党代表が個人的に推薦するってわけのわかんない制度作ってるんですよね。だから党が全体でまとまらなかったら、須藤さんが出るならば山本太郎を個人推薦にしようっていうぐらいまでの話が出てたんです。それぐらいだから具体的だったんですよ。でもこの人が出ちゃうと、実はねこの人がどうもね、これは今推測なんですけど、まだ今日ねあの取材できてないんですけども、この人なんで出てきたか、実は12月の区長選挙に出てるんですよ。まあね、江東区ご存知かと思うんですけども、柿沢水戸さんっていうね、あの無所属から自民党に移った議員さん、逮捕されましたね。なんで逮捕されたか、区長選挙の時にお金を配っちゃったんですよ。お金を配っちゃって買収で公職選挙法違反で逮捕されたんですね。で議員も辞職したもちろんしてるんですけども、でそれに伴って、昨年12月に区長選挙があって、立民と共産と令和と生活クラブ、社民党もいるんですけどね、まあはっきり言えばリベラル派、野党がほぼ全部押してこんだけの票を出した。少ないように見えるんですけども、この時の選挙ってやっぱりね、区長選挙にね呆れられちゃったらしくてね、投票率すごい低いんですよ、 39.2% なんですね。でも勝てなかったんですよこの人ね、勝てないで、これも名前覚えてほしいんですけど、大久保友香っていうのが今度ね、あの区長になったんですね。この人はこの人すごく重要なんですよ、あとのこれから後の何か東京都の部長なんです。東京都の部長が急に出て当選した。で推薦したのが都民ファーストと自民党と公明党なんです。自民党と公明党でできなかったから都民ファースト巻き込んでやったんですね。で5万7029票、あんまりないように思いますね。でもねこれね非常に重要なことなんですよ。この江東区の一種区政のコントロール権をですね、都民ファーストが握ったんです。都民ファースト狛江の部長ですから、そういう政治情勢ができたということなんです。でそういうことができつつですね、まあ今こう酒井さんの話から急に飛ぶと分かりにくいから、この人が出てくるとこんだけ、ですね名乗りを上げた人のうちの2人がやばくなってくる。今言った須藤元気さん、あの立候補最高を図んなきゃならない、こんだけね取られちゃったらですよ、こんだけ取られちゃったら勝ち目ないですよね。勝ち目ありません。あのはっきり言って、私もね中選挙区時代からこの江東区とかね墨田区とか一緒になった東京6区の選挙も手伝いに行ったことあるんですけど、
立民なんて共産党よくあんまり票ないんですよ、本当のこと言うと。個人票持ってる人はいるんだけど。で、酒井夏実さんがなんでね、去年の区長選挙で選ばれたかっていうと、この人ね、区議会議員選挙で、第2位だったんですよ、大量得票第2位。第1位公明党の人でしたけども、第2位でね、ここはね、3000票あれば、ほぼほぼ当選するんです。この江東区の区議会議員選挙。こういう相場感も覚えてくださいね。区議会議員選挙って2000から3000で大体どこでも当選するんですね。で、ここはちょっと高くて、2400だと落ちるけど、2800だと受かるかなっていうか、3000だと乗っかるかなっていうぐらいの区議会議員選挙の場所なんですが、この人1人で8000票取ってます。8000票で当選して第2位。でこれも例出して悪いんだけど、前回の総選挙に日本第一党っていうのが立ってます。小選挙区に。桜井誠さんって当時が立ちました。取った票はたったの9000票です。もうそれに匹敵する票を区議会議員でいっぱい出る中で取っちゃう人ですから、結構強いです。だからまあ、もう思うように出てないですけどね、これがね。だから、もし野党共闘でやるならば、この人なら勝てるなっていうふうに、このうちの誰かが踏んだんだけど、多分立民はこっち出したかったけど、共産党に押されてこっちにしちゃったんですよ。簡単に言うと。共産党結構強いですから、この江東区は。おそらく、後で、票のデータも出てるんですけどね、共産党の票出るんですよ、ここ。ですね、次のページ見ていただくと、17年総選挙結果を見ていただくと分かるんですけどね、共産党のね、名前も分かんないようなおじいさんが出てるんですよ、ここね。で、17年総選挙、秋元司さんが10万取った時だけども、それでも共産党だけで3万4943票も取ってる。結構強いです。なぜかっていうと、ここ、不破哲三って人が昔出てたからね、基盤があるんですよ。自民党ほど強くないけども、どっかの地方みたいに共産党も全然勝負にならないっていう票数じゃないんです。こんだけね、票握ると、こうやって他の党を揺さぶれるわけですよ。そういう形で、おそらく、今度の選挙は、自民党がこの選挙区では2人もね続けて逮捕されてると、もう金権腐敗のね極みみたいなところだし、今自民党の政権の支持率あるいは自民党そのものの支持率もパーティー権の裏金のねキックバックの問題、これでガチャガチャになってるんだから、このチャンスに勝つべきだと。自民党が単独で出せないんだから、だから勝てる候補者出せるって絶対共産党言ったんじゃないの。令和はこっちがいいなって言ったんですよ。令和は。でも、こっちになったらしょうがないかってなるんですよね。それが今の状況だと思います。そしてもう一人ね、問題の人物で、もう一言言うと、共産党ってね、悲哀があってね、元共産党の方がいらっしゃるんですけど、はい、すいません。現職の方で、共産党ではないです、今。保守系の方です。うん。これ、小堤さんっていう方がね、小選挙区で出るんだけど、共産党の小選挙区ってかわいそうなんですよ。候補者という仕事であって絶対に議員にならないんですよ。絶対議員にならないけど、出ることで人の足を引っ張って交渉するっていうのは仕事なんですね。そんな人が300人ぐらいいるわけですよ、共産党には。この人はだから こっちが出るか出ないか分かんないんですけどね、こっちが 出そうな時はこの人多分ね、こういうことなんですよ。この人が出る気配って結構前からあったんですよ、江東区は。で、共産党を早くから出すって言ってるんです、この人。ということは、須藤元気の足を引っ張ってたんですね。で、これは、もう酒井夏実って人は、去年の12月の区長選挙で共産党も共闘してるから、絶対乗るんですよ。そしたら、この人、降ります。これは共産党の交渉のやり方。まあ、そういうことで、この赤ポッチがついてるの、実はね、何かこんだけ並んでて赤ポッチがついてる何か降りそうな人なんですって言っちゃうと、えっていう人がいると思う。え、篠原さん違うんじゃないの。この間小池百合子さんが知事の定例会見で自分は出ないと、で乙武洋忠さんをね、ファーストの会、国政を目指すファーストの会の副代表にしてこの人を擁立しますと、自民党と公明党にも推薦を要請しますと言ったと。だから乙武さん出んじゃないの思うでしょ。新聞記者までの話。
永田豊とそんなこと信じてるやついません。また小池ドラマが始まったよ、ギリギリまでやるぞ、これは引っ張るぞというのが主な政党のベテランたち、政務調査会とかあるいは選対委員長とかそういう人たちの見方です。もう極めて私そういう人たちと近いですから、意見交換してて今日の時点でもみんなそういう意見です。何かったらね、おたたけさんはね、はっきり言ってそんな取れるキャラじゃないんですよ、うん、でなんでこんなことやったのかなと思うんですけど、この辺がまあわいわいわいかき回してるわけですよね。であんまり早くから小池百合子さんがね、これここから先は推測、小池百合子という人をね、その性質を僕ら知ってるんでそれで推測してるわけだけど、小池百合子はここに乗り込んできてこの自民党乗っ取った人ですから、私昔からよく知ってるし、小池さんの選挙参謀も知ってますし、よく話してたのか彼女の性格わかるんだけど、早くから出ると叩かれるじゃないですか、学歴問題とかなんとか。だから彼女は絶対出るときギリギリなの。だから出ないふりしてこれをね、まあサンドバッグ側に置くんですよ。でこの人はだってこの人もちょっとね、いろいろ問題はあるんですよね。まあ解消したと言ってますけどね、例の不倫問題とかのなんだかんだはね。でこの人も一度参議院選挙出たことあるんですよ。参議院選挙出たことあるんだけどね。で唐突にですね、ファーストの会の副代表ということを出す。でこれがね、かませになる一つのね、状況証拠がもう一つあるんですよ。本気で出すならば事前に自民党と公明党に根回すのに、自民党と公明党びっくりしてるってことは根回してないんです。これもかませなんですよ。自民党や公明党に対する揺さぶりにもあるんですね。だからこれがですね、例えば2023年の12月の区長選挙では先ほど言ったね、候補者もファーストが準備してそこに自公が乗る形にしてると、まあ、そういう形でできてるわけですから、これでちょっと乗るかどうかって話でまたねごちゃごちゃやって、いや最終的に私が出てくっていうドラマを作る可能性がある。乙武じゃちょっと公明党は支持できないよ、支持できないんですよ。なんでわかります？公明党支持できないんですよ。女性問題を起こしたね、候補者は押さないんです、公明党は。だって創価学会の女性部動かないもん。そうしたら仮にね、いやいいよってなっても絶対選挙動いてませんから、落ちますから、そういう人は。でそんなもんわざわざ出すわけないんですよ。じゃあ乙武さんはじゃあいい面の皮じゃないのって言うでしょ。いや小池さんのすごいところってね、東京都知事っていうものを持ってる権力をねフルに活用してることなんです。何かさ、東京都って日本のあらゆる役所、自衛隊より大きい、自衛隊の他の役所より全ての役所比べても大きいわけ。東京都の職人って17万人いるんですよ。せいぜいどこの省庁で数万人ですよ。自衛隊だけですよ、24万人いるのは。自衛隊並みですよ、東京都の職員って。で予算規模もね、一つの国ぐらいあるんですよ。ポストもいっぱいある。だからね、ポストをやるんです。自分のために動いた人にはポストをやるんです。そういうことでやってて、今彼女はね、小池百合子をね、23区でやってる動きって私も観察してるんだけど、区長をね次々にね東京都から出してます。ここの区長もそうなんだ。小池百合子の腹心って言われる人がね当選しました。私とは関係いいです。私とは関係、女性区長です。小池さんやっぱ女性区長を増やすってことでね、自分のこう周りを固めてる。ここも女性区長なんですよ、大久保さんっていうのは。だからね、結構ね遠大な計画考えて彼女は。で政界行くならば絶対首相になるけど、自民党をかき回して私が出る以外、小池百合子が出る以外回復のしようがないのよっていうことを分からせないとなかなか出てこないです。自分が出たいよ出たいよっていう顔では絶対出ないです。頼むから出てくれっていう状況を作る一歩だと私は見てます。だからそれがね、この間の変化ですね、この東京15区でのね。でちなみにこれやっぱり絶対覚えておいてほしいですよね。よくね、
もう日本保守党の人ね、こうやってね、いや、飯山あかりが圧勝だから、そんなことありえないからって言われるんだけど、選挙ってそんなことじゃないんですよ。でもね、圧勝する方法だったら僕はね、教えたのにね、やってないじゃないか。圧勝する方法あるんですよ、飯山あかりは。今だったらできることがある。で、いつやるのかな、やるのかなって心配してるんですよ、本当に言うと。6万人の党員どう動かすか本気で考えないとダメなんですよ。それは別としてね、その話はもう選挙講座の真髄に触れる話なんで、ここまでで止めますけど、飯山あかりさん頑張ってほしいですよ、私は。他の人も頑張ってほしい。でもね、絶対忘れちゃいけないのは、この江東区では小池百合子という名前を書いて投票した人が、2016年には11万3926人で、2020年には14万増えてる。なんで小池百合子を支持するんだ。なんて言うけどね、小池百合子を評価してる人は確実に増えてる。それはね、ちょっとしたね、彼女の弱点ばっか引っ張って、彼女がやってることを掴んでないから、そういう発想なんですよ。業界団体全部掴んでるんですよ、病院から何から、病院業ね、公衆浴場全部掴んでるんですよ。でね、今回ね、非常に彼女が力持ってるのはね、コロナ、国とは別体系でコロナの休業補償をやったでしょ。飲食店だと1日6万円で、この辺のスナックの人たちみんな閉めました。いやー、だって1日6万売り上がんないのに、閉めると6万くれんだもん。これってばらまきですよ、公金ばらまき。で、借金なんかできないんですよ。ものすごい金がね、東京ってなったら。全国で数少ない黒字自治体ですからね。しかも規模が大きい。それをね、全面活用してるんですよ、この小池百合子ってのは。だから票が増える。で、選挙になると早いんですよ。業界締め付けてくるから。バーテンダー協会のね、顧問までやってますからね。変な話ね。私がある国会議員とバーテンダー協会の副会長の店があるんですよ、実は。もちろん行っただけで小池百合子がね、篠原と誰々行ったでしょって電話くんだから、誰かからお中心が行って、本当に怖いですよ、この人。真面目な話、飲む店選ばないとこっちのね、動き全部掴んでる。そういうね、力があるものをね、甘く見ちゃいけない。甘く見るところから選挙って敗北が生まれるんです。で、自分の力を課題に見ちゃいけない。今ね、こんなある意味じゃね、ガーッとね、それこそこの区長選も含めてね、自分の支配下にがっちり組み込もうとしてる、そういうところに割って入るんだから、知恵つかなきゃなんですよ。ただただ選挙のセオリー通りよくあるんですよ。この間の選挙なんかでもね、統一地方選挙なんかでも、私はやめろって言ってんのにね、いや、宣伝カーも回したいです、宣伝カー回すんだったらウイス場も欲しいです、いや、事務所もね、いいところにガサッと構えたい、それ準備してるうちに終わっちゃう人いんだよね、選挙。そうじゃないんだよ、選挙って。一人一人から票をいただく選挙だし、地方選挙はもっと言ったらこうなんだけども、例えばここでね、小池百合子出ました、あ、家族5人もろ手入れてあげます、5人いるんだから2人ぐらいくださいよって頼んでいくのは選挙なんです。そういうことができる工夫をしないと勝てません。だから本当にね、私はね、これがいつね、これくさびですよ、この男は。この東京15区に打ったくさびです、乙武さんは。このくさびからガッと入ってきた時に、みんな今やってることにすっ飛ばされちゃう。それくらいの威力があるのが小池百合子なんです。これ言うと小池百合子推しって言われるんだよ。そうじゃないんだって。私が一番嫌いな政治家なんです、あえて言うけど、中国では。誰か止めるためにやらないと。間違いなくね、こんだけ出た中の誰か当選するんだから、でここに割り込んでね、全部すっ飛ばして、これ確実に当選しますよ、今のままだったら。これを止めるにはどうしたらいいのか。カイロ大学のことを言えばいいのか。ダメです。ダメだと見てます。なぜか。エジプト政府が、どういう鼻薬使われたか分かんないけど、エジプト政府が
彼女はカイロ大学出てるって言っちゃったんだもん、政府が。いくら言ってもダメですよ。そういうことがなければ、政治家の経歴詐称とか学歴詐称って裁判やって勝てる、あの変な話だけど当選も取り消せるぐらいの中身があるんです。彼女はそれ消しましたよ、東京都の都知事として。何をしたか知らないけど、多分東京都のお金使って何かやったんでしょ。ワイルドは言わないじゃん、なんか協力事業やるとか、そんなのいくらでもできますよ、都知事なんて。都知事って、あ、後で言いますけどね、自治体の首長って日本の法体系ってすごく特殊で、中央集権国家のくせにね、連邦国家みたいなスタイルになってるんです。これはね、軍国主義への反省でね、知事以下を任命しないで公選制にするとともに、自治体の首長は総理大臣と同じ権限を持たせるっていう風な法体系になってるんです、今の憲法は。総理大臣の対等なんですよ、この人は。それだけじゃない、村長だって対等なんだよ。私経験しましたよ、三宅島っていうね、東京都の島で、三宅村です。あそこで NLP って言って、米軍のね、臨時のですね、訓練基地を作ろうとしたの。村長が反対して、村民が結束して反対したら、できませんでしたよ。これは村長が反対して、態度を崩さなかったせいなんですよ。米軍の基地すら作れないかったんですよ、自治体の首長を決意すれば。だからこの人はものすごいお金を持ってるわけですよ。国が自由になるんじゃないですか、お金。借金ないから。そういう人を相手にしてるってことを緊張感を持ってぜひやっていただきたい。結構伸びちゃったね、高等の話ね。ということでね、新しい情勢、これやっぱりね、選挙考える上で一つ考えてほしかったんで、長々となりましたけどね、高等の話もしました。じゃあ次の話について。